ささのはさらさら。今日は七夕ですね。ああ、そうか、七夕か、今日。そうですよ。ええー、七夕か。そうなんですよ、七夕なんですよ。だから、私、短冊用意しました。あら、山ちゃん、用意いいね、本当に。でしょ、はい、これ亀仙人さん、あ、ありがとう。でこれは私の分ですね。うん、ちなみに願い事は一つだけですよ。一つか、一つですよ。え、何願い事書きたいと思ってます？ありすぎるんだよ俺。ありすぎるんですか。うん、ちなみに私はさくらんぼを卒業したいと思います。さくらんぼって何？もう分かってるくせに。私さくらんぼを卒業したいんです。へぇー。亀実務？亀実務？へぇーって言いましたけども、興味なさそうですね、私の願い。ないよ。言ったわ。そういう亀仙人さん、さっき多くありすぎるって言いましたけど、うん、どんな願いあるんですか？なんだろうね、まずね。はい。宇宙に永住？宇宙に永住？永住。宇宙広いですけど、どこら辺に住みたいんですか？ブラックホール。ブラックホール？うん、亀仙人さんの頭みたいなブラックホールですね、ここも。やかましいわ。他には何あるんですか、それ？二つ目ね。はい。スキンヘッドで出没。出没。出没。どこに出没するんですか？っていうか、自然の流れでですね、自然にスキンヘッドになりますんで、それは書かなくていいです。やかましら！まだまだありますよね、願い事。あるよ。何ですか？次ね。はい。全身ミイラ。ミイラ。ああ、ちなみに、サングラス外してもらっていいですか？外す？はい。ああ、もうこの顔すでにミイラだわ。願い事書かなくても大丈夫ですよ。ミイラですよ、もうこの顔は。やかましわ。じゃあ、次はまだまだあるんですよね。あるよ。何ですか？次ね。はい。そういれば。そういれば？今、うん、歯あるじゃないですか、歯。いや、あるけど、はあ、ね。はい。ところどころもう欠けちゃってるから、はい。歯並び大事にしたいだろ。本当に。はぁ、あ、はぁ、あ。YouTuber は歯が命。意味わからんわ。なんか自然になるような願い事もあったり、くだらない願い事もありましたけど、うん。ちなみにもう一個聞きたいと思います。うん。何かあるんですか？女子寮の更衣室に混ざる。混ざる、うん、何したいんですか、混ざって。話とかしたいよ、いろいろ。話したいかしたい。うん。下心ないですよね、ちなみに。あるよ。あんのかい。もう、ろくなもんの願いないじゃないですか、もう。もういいです。願い事は、ひとまず置いといて、七夕って言えば、あれじゃないですか。何？織姫と彦星の物語あるじゃないですか。ほう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 。さあ、今日は一年に一回会えるな。楽しみだ。今回の織姫可愛いかな。彦星さん。早く彦星さんに会いたいなぁ。おいねぇ。どこ？ハゲ取れやないかい。おいねぇ。彦星様。一年長かったね。長かったです。会いたかったです。ない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 。
やっぱ俺たちに七夕似合わねえよな。そうですね、ご飯でも行きましょうよ。行くか。ペコリンちゃん。